だって初中級者大会ってこんなもんだから、自分の動画見てみればね、俺って結構うまいじゃんって思う時あるから大丈夫ですって。一回ね、怖いと思った人は出てみるといいよ。じゃあスタートボタン押してください。だって俺自分の書に動いてるけど、この書にかっこよくねえと思うよ。いやマジでそういうキャラじゃん。勝ち、アマチュアチーム勝利。ジョニーは歩いてるだけかっこいいからな、しょうがない。さあ A 番台は、ニコロボシャリアファーストチームは先方シャリアファースト、 2P 側 1P 側は NOK さんのバイケンとモッサンセン、モッサンさんのセイソル、セイソル対フラウスのガンダムカラーだね。どうした、ガンダムじゃん。さあ A 番台では、じゃあごめんなさい、 B 番台では負けトーナメントいきましょうか。結構早くできそうなんで負けトーナメントいきます。先ほど負けてしまいました L さんのチームとフワンコさんのチーム、 B 番台でお願いいたします。形式は先ほどと同じですので、多分大丈夫、分かるよね、大丈夫だよね。DDD、 おおこれ見事に避けたと思ったんだけど、着地硬直、横に太かったセンソル一本選手はシャリアファースト。さあブロックヘッド、空中ダッシュ、ジャンハイスラー重ねて蹴っ飛ばしていくのはこのドリル、いってハンマー、これはちょっとやばいやばい。おお、ジャンプリーすごい、ジャンプリーズ、俺ね、初中級者とか、なんか始めたてとか、戦争が出てきたところはね、ジャンプリーズ見えなかったからね、ガードできるだけですごいと思います。さあ、5番ヒーローになってしまう。さあ、そしてドリルとかが割と面倒くさそうなのかなと思いきや、戦争側、足早で返していったりするんでね、上手い人の対戦を参考にして技を振ってみるといいかもしれません。マイハイ決め直せない、ジャンディ 2K、 おーっとー、いきなり良いっす。しっかりぶっ刺して勝ったのはシャリアさんのファースト。さあそれでニコさんのロボと NOK さんのバイケンの試合です。ニコさんが勝ちますと1回戦進出。 B 番台、B 番台はフワンコさんのチームと L さんのチーム、じゃんけん終わったかな。オッケー、じゃあ B 番台で負けトーナメント1回戦です、頑張ってください。さあバイケン対モボカイ、さあ今回はモボカイも若干弱体化食らってるんですけど、それでもねまだまだいけることをさんあたりが証明してくれるでしょう。対してバイケンは結構変わってるっぽいんでね、その変更点になれるところからっていったらどうでしょうか。マイティが結構コンボパーツとして優秀みたいですので、これどう使っていいか。さあ勝利の疲れにしっかり刺していく。さあミサイル打って空中勝利で返り討ち、助け助け、バグドーン、月からカウンターヒットになるぞ、畳み畳み、さあ死ね死ね死ねと死ね死ねミサイル、こりゃ長い、ほら勝てさあしっかり殺し切って先方戦じゃねえ、1ラウンド取りましたのは NOK さんのバイケン。さあカバリー引っ掛けてしゃがみくらいですが、ここは持続の部分のみ当たってしまう。マイケン 2K からマイ P、 マイケン、そして2敗、あいいですよ、どうぞ。さあ昇竜マイピーで拾って、さあバイケンリード、走って投げる、カバリー引き寄せて鷹山畳前配置、足払いから PS としっかり決めて勝ったのはバイケンということで決定戦になります。まあこのゲームはね、攻めが本当に特殊なキャラが多いですからね、みんな普通じゃないからやってないとわからないキャラが多いと思います。さあファーストはどう返していくか、ドリル追いとく、しっかり空中コンボ、チャンハイ渡らないがいいダメージ、はいはいダメと言って、これがあるぞ、一定吹っ飛んでしまった。
さあここはしっかりガードしていきたいところですが、ガードできている。中段下ってジャンハイ当たらず、あーといきなりじゃね、超レレレが出ない。レレレの超好きですね。あー自爆して、しかしこれがうまい具合にバイケンの足を止めて、タッチピーからエンエスまで刺して、一本選手はシャリアさんのファースト。さあ出し投げ通していくのはバイケン。さあザクロー下段から刻んで投げて、前ピーカバリ、前ピースズランザクロからの詰め、畳を返して足払い。これは暴れ潰しになって、ジャンハイ畳から前ピースズランザクロ中に落として、畳を重ねて中段立っている。あーと畳の続にヒット、バイロン刺さって取り返すのは NK さんのバイケン。最初ラウンド、さあドリルヒット、ここはバースト一瞬待ったが当たってしまう。しかしお互いにバースト打って物を投げる。さあハンマー、そしていいものを引いた。エンエス走って投げる。投げの間は無敵ですので、メテルは通り過ぎていく。さあここでドリル落ちるぞ。しかしここは届かず。さあドリル、エンエス装填とダメージを取りつつ攻めたい。さあここでちくわを取ってジャンハイ。さあバック、チビファーストに対してスーサクラ走って、畳返しテッドアングル、もん投げ放題だぞ。あとめくりになってエンソン刺して、勝ったのはシャリアさんのファーストということで、1回戦進出はニコさんのロボット、シャリアさんのファーストのチームです。NOK さんのバイケンとモッサンさんの生成のチームは負けトーナメント行きとなりますので、帰らずにお願いします。はい、じゃあそれでは A 番台続いて1回戦やってないとこ呼んでいきます。ヒューガさんの回答、前髪長杉さんのロボ、ヒューガさんいますか。あ、あれ見えねえ、あ、いた、いますね。前髪さん、前髪さんじゃないな、前髪長杉さんで、はい、で、ヒューガさんですね。そちらチームメイトになりますね。よろ